Let's learn Japanese from Zero Volume 94. 今日の3つ目、テフォームを書き言葉にしよう。So, さっきの文章、What happened? 何が起きた？はい、教えてくださってありがとうございます。Become くださりありがとうございます。教えていただいてありがとうございます。Become 教えていただきありがとうございます。Actually, it became 書き言葉。書き言葉 is written language。書き言葉はもっと丁寧だよね。だから丁寧にするときに実はテフォーム使わないの。テフォームを使わない方が丁寧に聞こえるってみんな知ってるのね。だから、if you combine いただく、差し上げる、それから、oh my gosh、くださる。Then you probably wanna use this formation instead of テフォーム。はい、だから練習します。とっても簡単だよ。はい、テフォームの時にテフォームにしないでマスフォームで止まります。はい、じゃあやってみましょう。雪が降って電車が遅れた。はい、フルがテフォームになっていますね。皆さん、フルはどうなりますか？降っての代わりに、はい、アルマンドさん、じゃあ考えてください。わかったら教えて。はい、ふっての代わりに、ふり、その通り。はい、読んでください。雨が降り、電車が遅れた。はい、これよく本を読むとよく出てきますよ。雪が降り、電車が遅れた。雨じゃないからね。雪が降り、電車が遅れた。はい、次行きましょう。いろんなテフォームがあるでしょ。次はテイルフォームでいきましょう。母と話していて電話に出れなかった。母と話していて電話に出れなかった、どうなりますか？母と話し、これめっちゃ難しいから大丈夫、わからなくても。でも誰かわかると思う。はい、話していて、話していてはどうなる？わかる人？難しいよ、本当に難しいの。話していき。そうだよね。OK、そう、アルマンドさんのわからないところは、行きがうまくいかないでしょ。母と話していき、電話に出れなかったじゃよくわからない。うん。どうして？行きだと、行きますの行きになっちゃうから、いますとディフェンシエイトできない。違いが作れないよね。実は、このいますの場合、違う動詞を使います。うん、母と話しており、電話に出れなかった。もう。はい、おります。英語をやったときにやったよね、おりますね。おります、はい。おります。あ、はい、そうそうそう。はい、その通り。おりますを使うんだよ。はい。で、おります。おー。はい、これは覚えるしかないね。で、おり。はい。で、おる。はい、じゃあ次。次はね。難しい。はい、ネガティブ。ネガティブなセンテンスいきましょう。何々ないでというテフォームもありますね。振り仮名を見ないで、本を読めない。はい、どうなりますか皆さん。振り仮名を見ないで、本を読めない。ない形、ないフォーム。振り仮名を見ない。あー、あ、やってみて。あ、ニコラスさんのメッセージ見てしまいました。OK、じゃあニコラスさんの答えを入れてみて。やってみて。あ、はい。振り仮名を見なく、本を読めない。残念。違います、ニコラスさん。頑張ってくれてありがとう。嬉しいです。はい、実はこれ、ア
ルマンドさんはもちろんゼロプロジェクトで勉強したグラマーです。じゃあグラマー。お？もちろんですよ。もう今やってることはね、何も新しくないよ。いいですか？バーフないで。はい、これはね、バーフ図にというグラマーを使う。覚えてますか ？Without doing。I just never imagined that this is gonna be like the transformation. はい、じゃあどうぞ。振り仮名を見ないで。はい。振り仮名を見ずに。見ずに本を読めません。この読めません。振り仮名を見ずに本を読めない。難しいよね、ジャニスさん。I knew it, but I just never imagined it was going to come up this time. Okay, so, 見ずに what actually happening is just make it a short. 雪が降って instead, Japanese people love to shorten it. 降り even if just one letter, one syllable, they love to do it. so, right. 話していて、話しており even doesn't drop any syllable number. I don't know.Yeah, but they love to stop this verb stem. So here, mizuni. Mizuni is zu. Mizu. Like put this negative subverb. Mizuni. Furigana wa mizuni o yomemasen. Tabezu ni dekakemashita. Hai, subarashii desu ne. Hai, ja minasan. Hai, hai, nai de wa zuni ni suru.うん、書き言葉難しいですね。そうです。OK。あのね、ここでは図に、ワーブ図に、書き言葉って書いてあるけど、Truth is、theory、Yes、これはすごい書き言葉だよ。You don't hear, you don't hear in the conversation. 聞かない、聞かない。However、図に、You hear it. 聞くよね、アルマンドさん。聞くでしょ？はい、よく聞きます。よく聞くの。It is、はいはいはい、not a 書き言葉。Mm-hmm. It's actually easier one for people. Why? Because they use everyday life. はい、いつも使います。It makes it faster. すごく使う。どうして ？Anyway, it's shorter. 短いのが好きなの。そうなの。食べずに出かけたんだよ、朝。はい、いいですね。はい。インアジェクティブも同じです。動詞だけじゃないです。はい、ここは家賃が安くて住みやすい。どうしますか、アルマンドさん。ここは家賃が安くて住みやすい。ここは家賃が安く。この通り。はい、低、はい、ドロップですね。はい、ここは家賃が安く住みやすい、はい、安く住みやすい、はい、書き言葉になりましたか先生。そうだね、書き言葉だとその手フォームの手をドロップするというのが書き言葉だね。はい、そのくで止まる何々く何々く、安くて住みやすいが安く住みやすいになりますね。はい、ちなみに こうしてみるとね、え、ナーアジェクティブはどうなるんですかってなるじゃん。ナーアジェクティブのことも教えてよってなりますよね。じゃあやってみましょう。あずみさんは元気で面白い、例えばきれいな、きれいな、はい、あずみさんは元気で面白い、どうなる、いいですか、何も変わりません。綺麗である。綺麗である。ではもう何もしようがない。何もできないからね。安住さんは元気で面白い。だから、You cannot drop there. This is essential that you have nothing to do. 何もできないの。でも、いいアジェクティブ、You have te. And te okay to drop. ではドロップしていいけど、ではドロップできないからね。Okay. Good.Okay. はい、じゃあもっともっと手フォームいきますよ、はい、いろんな手フォームがある、はい、いろいろ勉強してきたね、うん、手置く、手行く、手来る、手ある、手しまう、手見る、全部やってみたいと思うあんまり意味ないんだけど、ただの練習です。はい、スマホを
充電しておいてタブレットを使う。はい。でフォームを書き言葉にして。スマホをしておく。バーブステムだよ。マスフォームだよ。置き、置き。そうなの。スマホを充電しておき、タブレットを使う。もちろんね、コロクエリ置いといてだけど、はい。スマホを充電しておき、タブレットを使うです。短くし、短くなっていくよ。どんどん短くなるよ。はい。読めない漢字が増えていって困っている。どうぞ。そうですね。読めない漢字が増えて増えており、okay. ちなみにだけど答えは増えていき困ってるです。増えていく in the process of なので、あ、今回、うん、行く、うん、増えていき困ってる。でもあんまり聞かないかもしれないよ。うんうんうん、いいね。じゃあ手行くは手行きでした。じゃあ反対、手来るはどうなる。暑くなってきてエアコンがないと眠れないと、はい、暑くなってきてエアコンがないと眠れない。はい、皆さん来てどうなりますか。どうなると思う。どうできるかな。暑くなってきて、うん、暑くなり、うん、OK You cannot change the sentence. Could, yes, the could, could. You cannot remove the grammar element from the sentence. That's funny. OK, but the truth is, you cannot say key, right? 来ます、key。暑くなってき、エアコンがないと眠れない。Super weird. It's too short. だから、technicality. Probably this is it. But nobody uses. 誰も使わないね。はい。暑くなってき、エアコンがないと眠れない。If you follow the rule, yeah, this is it. But it doesn't mean people would use. はい。あんまり使わないと思う。はい、次行こうね。漢字が書いてあって読めない。漢字で書いてあり読めない。はい、正解。簡単でしょ。漢字が書いてあり読めない。はい、素晴らしいですね。医者ですさんもできました。振り仮名があると見てしまって漢字が覚えられない。よくあるね。振り仮名があると見て、しまってで、しまってしまい、しまき。辞書形は何？しまう。その通り。マスフォーム。します。しまう。歌う、歌います。しまいます。しまい、しまい、しまい。振り仮名があると見てしまい。漢字が覚えられないになります。振り仮名があると見てしまい、漢字が覚えられない。はい、最後行きましょう。クラスメートと話してみて決めることにした。クラスメートと話してみて決めることにした。クラスメートと話してみき、みの。そう、話してみ、短いの、短い。クラスメートと話してみ決めることにした。 Technically this is it. So probably no one use. 誰も言いません。短すぎると、はい、そう、使いませんね。でも短すぎない、 unless too short、 短すぎない限りみんな使います。いいですか？ If you want to decorate your Japanese a little bit politer, もうちょっと丁寧に聞こえないかな？ Then this is it. テフォームをやめてください。ワーブステムを使ってください。でも時々使えないものもあるよ。難しいよ。
You have to quickly change the form to verb stem, the form to verb stem. It's actually really good practice, isn't it? いい練習だと思いますよ。ありがとうございます。はい、あのね、はい、特別なその使わないものがあるわけじゃなくて、多分一文字になる短いバーブは使わないと思う。例えば、安住さんが寝て起きるとかね、寝起きるって言ったら分かんなくなるから、多分寝るも使わないと思う。寝る、見る、いる、うん、こういう短いバーブね、うん、はい。短いですから。そうだね、分かんない。いますは、そう短いから、そう。ここではおりを使う。ちょっとスペシャルなバージョンもあったよね。はい。母と話しており電話に出れなかった。これはちょっと特別だなと思います。特に特別。はい、皆さんよくできました。今日の3つ目でした。ありがとうございました。